夫婦全在は1955年に公開された日本映画である。小田作之助の小説、夫婦全在』を原作に、安美と夫が脚色し、文芸作品の巨匠、豊田志郎が監督した。昭和初期の大阪を舞台に、大棚のドラムスことしっかり者の芸者の愛情を、何は情緒豊かにユーモラスに描いている。主演の森重久也と、淡島千景は、 それぞれの役柄を講演し、第10回毎日映画コンクールでは森重が男優主演賞を、第6回ブルーリボン賞では森重、淡島の両者が主演賞を受賞している。第29回キネマ巡邦ベスト10第2位。1999年にキネマ巡邦社が発表した映画人が選ぶオールタイムベスト100。日本映画編では第31位にランクインされた。 1963年には、同じく、豊田監督、森重、淡島出演で、続編、新、夫婦全財が制作、同年10月12日に公開されている。1968年に公開された、喜劇夫婦全財もある。何度もドラマ化されたが、2013年の NHK ドラマは、夫婦全財を参照。舞台は大正から、昭和初期にかけての大阪。 ソネザキ新地で売れっ子、芸者、長子は、化粧品問屋の長男、イヤスシリ吉と駆け落ちして、熱海に向かうが、関東大震災で逆戻り、リ吉の女房は13になる三子を残したまま、病気で2年越しに実家に戻ったままであった。中部で寝ついた、リ吉の父親は、長子とリ吉との仲を知って感動してしまったので、二人は、早速生活に困る。長子は、 雇とな芸者で苦労する。生活を切り詰め、雇となのもおけを半分ぐらい貯金したが、ボンボンの竜吉は長子から小遣いをせびっては、アンカフェで遊び放けていた。夏に、妹の筆子が、婿養子を迎えるという噂を聞いて、竜吉は家を飛び出して、幾かも帰ってこなかった。地蔵盆の夜、長子は、竜吉を見つけ身を投げかけてなじる。竜吉が、 親父の家に入り浸っていたのは、廃着になる前に長子と別れるという一芝居を打って、金だけもらった後、二人待つ長く暮らすためだという。それは、失敗に終わったが、妹から無心した三百円と長子の貯金とで、ひだ遊郭の中に、潮流という関東リアを出す。竜吉が、建造結核となり、長子は、病院代のために店を売りに出す。竜吉はやがて退院して、 有馬温泉で養生するが、長子が宿なに逆戻りして苦面する。竜吉は、父からもその養子、一軒一軒からも相手にされず、再び金を借りて長子とカフェを経営する。竜吉の父が死んでも、長子との仲もついに許してもらえず、葬儀には参列したが、位牌も持たせてもらえない。二日余り経って、竜吉と長子は、宝前寺系大の目音全財へ行った。店から出て、 雪の散らつく路地に身を寄せ合い、頼りにしてますせ、おばはん、大きに。若夫婦なやまし日記、キネマ旬報ベスト1085回前九1924から2千1 1百2 0ページ、精神科医の斉藤学ぶは、この関係を、共依存といい、太陽の季節など、戦後日本社会の恋愛観へのアンチテーゼではないかと、見ている。ありがとうございます。